チェックしてくれよな。チェックしてくれよな。ヒュー、ヒュー、ダレビーボーイだぜ。ちょっと軽い感じ撮ります、ヘタレの部屋みたいな。はあ、今日は似合わないところいるね、本当に。で、今日は今 YouTube スペースで急遽やることにあって、いやーでもね、ヒップホップセッションすごいね、もう自分だけじゃできないところがいっぱいあって、編集とかでいろんな人に助けてもらっててね、今回の助っ人はすごいよ。もう今日1日だったんだけど、朝3時間全部潰れちゃって、なんかわけわかんないことで、でもここ数時間ですごいことしてくれた。小木龍さん本当すごいっすよ。本当に小木さん本当ありがとうございます。あれっすよ、僕のチャンネルデザインもやってくれて、やってます今チャンネルデザイン、これね、あ、みんなチャンネル行ってチェックして、チャンネルデザインもチェックしてくれて、ヒップホップステーションのオープニングもチェックじゃねえや作ってくれて、やっぱ俺ね、小木さんすごいとこって、もうさっきも言ったんですけど、もちろんそのスキル的なところはもう誰もが知っているところなんですけど、やっぱ人間力だと思いますよ。ああ、ありがとうございます。いや、人間力ですか。いや、その僕が、例えばそのみんなね、分かんないと思うけど、まあ、くれた人は分かると思うけど、例えばみんな服デザインするとするじゃん。でもデザイナーに服のイメージなかなか伝わらないわけよ。でもそれが伝わって分かって、ああってできる人がね、やっぱすごい人だと思う。でもだから最初上がってきたので、僕はちょっとじゃあこうしてください、こうしてくださいって言ったら、もう速攻ですよね。いや、なんか分かるんですよね。ああ、分かんないですけど、なんか分かんないの、分かんないどっち分かんないけど、こうしたい、俺はこうし、逆に言うと俺がこうしたいっていうのが、あ、そうだみたいな感じで合致するのがあるかもしれないですね。でもいろんなこと作品作ってるから、あ、多分この人がやったいのはこれだってみたいな、そう引き出しの中で分かるんですかね。いろんなの作ってると自分がやりたいのが、あ、これやりたいんですみたいな。俺結構生意気者だけど、嫌な顔せずやっていただいて、ちょっと朝どうなるかと思いましたけど。そうですね、朝僕の方が機嫌悪かったですか。朝ちょっとすみません、ヘタレさんパソコンが動かないんですよ。俺らね、朝11時待ち合わせしてたんだけど、今マックススピードでまあやって、だから最後でかます男ですね。そうですね。いや、ありがとうございます。もうヒップホップステーションの父親みたいなもんですよ、こうやったら。やったー、ヒップホップじゃないのに、ヒップホップじゃないのに。いや、ありがとうございます。みんな、おりゅうさん本当にいい人だから、うん。じゃあ予定では明日ヒップホップステーション公開だから、チェックしてくれよな。チェックしてくれよな。ピースピースやってくれた。ありがとうございます。変態かお前は。チャンネル登録してね。貧乏学生 put your hands up, man.